マリア・イーゴレブナ・ペトロワは、ロシア出身の女性フィギュアスケート選手。2002年ソルトレークシティオリンピック、2006年トリノオリンピックペアロシア代表。2000年世界フィギュアスケート選手権、ペアチャンピオン。パートナーは、アレクセイ・ティホノフとアントン・シハルリド・ゼナド。ロシア語では、マリア・イーガリエブナ・ピトロワが近い。旧ソビエト連邦のレニングラードに生まれ、7歳の時に、 スケートを始めた。1992年にアントン・シハルリド・ゼとペアを結成し、初出場の1993年、世界ジュニア選手権で2位。翌1994年、1995年、世界ジュニア選手権では2連覇を果たした。同じ時期、シニアクラスにも参戦し1994年世界選手権8位。 1995年世界選手権6位と着実に競合ペアへの階段を上りつつあったが、1996年にアントン・シハルリド・ゼとのペアを解消。同年にテームラズ・プーリンと新たにペアを組んだ。1996から1997年シーズン、1997年。 世界ジュニア選手権及び1997年にユニバーシアードで2位となり、翌1997から1998年シーズンからは ISU グランプリシリーズにも出場したが、表彰台に上ることはなく、ロシア選手権でも6位に止まり同シーズン終了後に、ペアは解散。1998年、アレクセイ・ティホノフと新たにペアを結成した。 ペア1シーズン目の1998から1999年シーズンから ISU グランプリシリーズに参戦。いきなり表彰台の常連となり、グランプリファイナルにも進出。1999年欧州選手権では優勝を果たし、2000年欧州選手権で2連覇を達成。2000年世界選手権をも制し、競合ペアとして注目を集めたが、 2000から2001年シーズン以降は、ライバルの台頭もあり、世界選手権や欧州選手権などで、表彰台に上ることはあってもタイトルからは、遠ざかっていった。2002年ソルトレークシティオリンピックに出場し6位、2度目のオリンピックとなった2006年トリノオリンピックでは5位に終わった。2007年世界選手権では、パートナーのティホノフの怪我により、フリースケーティングを棄権。 後に引退を発表。競技引退後はロシアでアイスショーやフィギュアスケート絡みのテレビ番組に出演している。ティホノフとは私生活上でもパートナーである。2002年に日本の NHK で彼らに関する助長的なドキュメンタリーが放映されたことがある。2010年2月1日、ティホノフとの間に娘が誕生した。ありがとうございます。